佐賀江荘は、出羽国村山郡にあった、石棺家の荘園。佐賀江荘・佐賀江荘が存在した地域は、7世紀末頃、道奥国に編入され、和道5年新たに成立した、出羽国の最上軍となった。任那2年11月11日最上軍が二軍に分割され、村山郡長岡里に属すようになる。上平年間成立の和名類受賞においても、 村山郡長岡里が見える。佐賀荘の長記録に初めて現れるのは、樹号、藤原忠実の日記、都の歴で、天人三年のことである。また、同じ、都の歴で、天人二年に、佐賀黒栗毛余り馬との記載もあり、白川上皇を迎えて行われた競馬に出走させた馬のことである。これらの記事から、佐賀荘は12世紀の初頭には、 摂関家領荘園として成立していた。県庁5年に書かれた、この池所領目録によると、では国佐外年具雑、政権京国電領内とあり、また、宇治伝領事平等院領外省、京国電領これやとあり、宇治伝の時代まで遡るようである。延休の荘園制理例によれば、監督2年以後の新設荘園は停止することとあり、これ以前には成立していたとも考えられる。 古代村山郡の南西部、長岡郷、大仙里を含んで、現在の村山盆地の北西部、最上川の北西の平野と山間部に広がると、考えられる。おおよそ、現在の佐賀市、村山市の最上川西岸と西村山郡の河北町、西川町、大江町、朝日町を含む地域で構成される。ただし、長願い寺文書や、長楽寺文書によると、 現在の河北町谷地の一部は、小田島層に入っていたようである。藤原寄道から、諸真、死通、忠実と伝領された佐賀江層には、藤原氏の建成を背景に、天皇の直眼寺として、寺恩寺の再建がなされた。平安時代の中心的な集落は、落ち衣が知られ、落ち衣長者屋敷跡の周辺は、落ち衣千軒と呼ばれる繁栄を見せたという。また、 実装委員、許可委員、無料委員などが、長者屋敷を中心として配置された。方言の乱を経て、ただ道に受け継がれ、元ザネから一時、平森子の預かりとなり、森子の死後は、後白河院の預かりともなったが、気痛に受け継がれ、鎌倉時代に入る。この上結書両目録によると、佐賀総は、受け書すなわち、在地領主を受け書として、一定の特分権。 年貢収納権を持つ書領として記載されている。鎌倉時代の受け書は、文治5年1189年時等に部任された大江市である。大江市は、長岡山に観音及び八幡神を勘定するとともに、省内に館の整備を進め、佐賀江層の中心はやがて落ち衣もから佐賀へと移っていく。研究3年時等職は僧侶である大江地下広に相続され、 以後、親広の子孫に相続されていくが、鎌倉時代には、佐賀江川北岸地域が、北条資料となる。北、佐賀江僧の内郷が里の自刀職は、北条と木宗の性質拡散にによって、鎌倉縁学寺に寄進されたという。一方、正縁主は、筆以後、内見、金常、元平と伝領された。佐賀の寺は事によれば、の直線により、 天人元年及び二平年間に再建されたとあり、また、文治元年、後白河法皇の院前と、源頼朝の下し踏により、随宝山の参号を賜っている。これは、佐賀江宗の荘園主が、藤原石官家であった影響と考えられる。鎌倉幕府が倒れ主となってきた、佐賀江宗は、南朝側についた佐賀江氏が支配したが、北朝の足利高氏や足利義明は、 幾度となく、奪還の命を欧州官令らに指示している。鎌倉演学寺の吉田方両家年貢ペン賞によれば、北、佐賀江僧の演学寺領後が、里は室町初期まで荘園として営に降納していたことがわかる。佐賀江市により佐賀江城が拡張整備され、佐賀江側からの用水が引かれるようになると考えを利用して、戦場地の開拓が進展した。 また、芝橋地域の湿地帯においても、沼川を利用した、排水路の改札がなされ、干拓が行われた。栄章15年の、ジオンジ近藤造営館心場に、宇州村山郡佐賀井省ジオン寺とあるのを最後に、佐賀井は姿を消した。荘園としての機能を失い、大江市の一族である佐賀井市、左、沢市、溝信市、白岩市などが立った。また来た。 佐賀江僧には小田島僧を追われた中条氏が入るが、戦国時代には中条氏が断絶し白鳥氏が八条に入る。彼らは黒人領主として遠石関係を結びながら佐賀江僧に拡挙するが、戦国末期に最上氏により滅ぼされた。荘園が存在した時代に該当する粋な遺跡を以下に挙げる。ありがとうございます。